皆さんこんにちは。神奈川県人権啓発センターです。まあ、田んぼ動画の合間の息抜きということで、今回も啓発動画をお送りしますんですけども、これなんですね。ブラック在日コリアン差別が蘇った20年取材した記者の驚き、朝日新聞の編集員の北野隆一さんという方の記事なんですけども、いや、正直言いますとね、北野隆一さんは僕のそのブラック解放同盟との裁判で、まあ、口頭弁論があるたんびに、まあ、熱心に来てたんですね。で、まあ僕は別にね、朝日新聞嫌いじゃないんですよ。なんかネトウヨの定義で朝日新聞が嫌いというのがあるそうなんですけどね、僕は別に朝日新聞嫌いというわけじゃないです。というのも、なんだかんだでね、朝日新聞の記者ってね、レベル高いですよ。他のところに比べればね。だからそう思ってね、まあ、普通に取材に答えてたんですけどね。だけど、この記事見てね、あ、これはダメだなと思いました。まあ、朝日新聞はどうっていうよりね、やっぱこの辺ね、記者のね、個人の資質にもよると思うんですよ。この本ね、この本が、あった通り、朝日新聞っていうのは、まあ、ご存知の方はご存知のように、この解放同盟とね、ガチとやり合った時期っていうのも実はあったんですね。ただね、僕は別にね、朝日新聞が解放同盟と喧嘩しろとか言ってるわけじゃないし、まあ、別にはその、新聞として取材してるわけだから、別に僕の味方をしろなんてこれっぽっちも思ってないわけです。ただ、それにしてもね、この記事は、いかんでしょうっていう、その何がダメかっていうとね、いや、何も新しい情報ないんですよ。しかも、加山里香が出てね、この、なんかこの、あれがね、余命ブログかな、あれで弁護士に懲戒請求かけまくりましたっていう話とかですね。で、まあ、この全国部落調査の件で、まあ、僕の話なんか全然載ってないです。もう解放同盟の側の、言ってることは立法的に書かれてるだけで、あとはまあ、津田大介が差別記事で利益を得る構造。あと、ここに相変わらずこの、ブラックヘリテージですかね。いつものメンバーですね、なんか。そういう人が出てるんです。あと、これも、なんというかですね、いや、なんでね、この記事がダメかっていうと、まあ、この北野隆一さんね、これ、本当にこれね、差別問題を自分で書いたって思ってますかっていうんですよ。これね、差別問題じゃなくてね、これ書いてあることは、政治問題なんですよ、みんな。差別なんでダメって言ってるけど、まあ、それダメに決まってるでしょ。ただ、今更そんなこと言うことじゃなくて、じゃあ、差別って何なんだっていうところなんですね、問題は。で、本当に差別問題って一体何なんだっていうことをね、ちょっとよく考えてほしいんですけども、例えばこれに出てくるようなね、朝鮮学校の、まあ、補助金交付、まあ、これをきっかけに、この弁護士に、ね、懲戒請求が来まくって、まあ、その中でいろいろね、弁護士を、その在日の弁護士をいろいろ誹謗中傷するようなことを言ったっていう話なんですけども、確かにその一点だけ聞い取れば、まあ、差別問題というところがあるんですけども、ただ、もうこの、まあ、この、ねえ、サングラス、マスクかけてやった人の、まあ、動機っていうのは差別というよりも完全に政治的な問題でしょ。で、こうやってずらずらとこの解放同盟が動いてるのも、これみんなね、政治団体に関わってる人なんですよ。で、本当の差別問題で、まあ、差別から、まあ、解放されるべき人々、まあ、助けないといけない人っていうのは、こういう政治団体に関わってる人じゃなくて、ごく一般の庶民なんですね。こういう政治活動に全く関係ない人ほど、助けられないといけないわけです。だから、ブラック問題にしてもね、北野さんが本来やるべきことっていうのは、僕だとかですね、あと解放同盟だとか、あと人権連、同和会とか、そういう政治連中に、政治活動に関わっているような連中に話を聞いてね、それであれこれ言っても、それはもう差別問題じゃなくて、もう政治問題の範疇を超えないんですよ。もうぶっちゃけた話ね。まあ僕のこのチャンネルにしてもですよ。あとまあ解放ドームやってることにしても、まあその
部落問題を利用して、まあなんかいろいろとね活動してるっていうだけであって、でいや本当にね20年取材してねこれなのかっていう、このレベルの低さは何なのかって、いやこれはね僕の想像なんだけど、別に北野さんが能力低いとかそういうことじゃなくて、もう単純に保身でしょ、これは保身に走ってしまってると。まあこの本でね吊るし上げられてる高木正之さん、まあね、本当はこの高木正之さんもね、元はすごく、元はっていうか、まあ最初から最後は人権派なんだけど、やっぱそれでも解放同盟はおかしいって言って、いろいろね、やって、まあ解放同盟からむちゃくちゃこの単発で非難するような本出されたりしたんです、ね。まあ別に解放同盟非難するなって僕は言わないって言うけども、でもね、必然的にこうブラック問題について、本当に真面目にね、差別なくそうっていうことで、現場の声を聞いてそれをどんどん発信していこうっていうようなことを、いわゆるこの朝日新聞みたいな表のメディアがすると、もう確実に解放同盟と対立してしまうんですよ。だから北野さんっていうのはまあそういう覚悟はなかったんですよね。まあ僕もね一応そのジャーナリストというものを名乗って自転車で活動してるんで、まあ自分なりのジャーナリストってどうあるべきかっていうのを一応自分なりの考え方があってあるんですけども、やっぱその素人とやっぱプロの違いっていうのは、プロっていうのはやっぱね、まあ二つはね、聞きにくいことを聞くと、で書きにくいことを書くと。普通の人だったら、いやこんなことね聞くかと、そういうことを人にバーンと聞くと、でいやこんなことを書くかなっていうことをそのズケズケと書くと、そこがやっぱ素人とこの職業としてのジャーナリストの違いだと思うんですよ。だけどもうこの記事はね、いやというかこれ北野さんじゃなくても勝てるですよ。だからもうこれあのヤフーのトップに載った時にヤフーのコメント欄見たらわかると思うんですけども、もうボロクソですよね。だからもうこういうことばっかし繰り返してると。でじゃあこういう時にそのネットっていうのは匿名でね、そういう無責任な差別するようなっていう風に言うのかもしれんけど、でもヤフーのコメント欄って案外中立だと思います。あそこってあんま結構ニュートラルだと思いません？そういうところでこうボロクソに書かれてですね、しかもそのもう何万くらいでそういうボロクソな意見にいいねがついてるわけですよ。だからなんでそういうことになるのかっていうのを、やっぱり北野さんもうちょっと謙虚に考えた方がいいと思うんですね。だから今度ね取材で北野さん取材来たらもうはっきり言いますよ、あんたちょっと自分保身に走りすぎてるよって。あとやっぱし記事書くにあたってなんていうかな、ちゃんと双方対立してる意見があるんなら対立してる方にもちゃんと話を聞いて、そっちも意見も載せるっていうことを、いや僕はするんですよ。自転車もなんだかんだでね、まあ今なんか琴浦でなんかあれこうやってるからいろいろ話聞いてるけど、まあ入ってくるのはね、共産党側の話ばっかしでね、まあそれだとあんましにもちょっとね公平性を欠くんで、ちょっと解放同盟のね議員にも聞いてみようかなとは思ってるんですけど、一応ね自転車は真面目なんでそういうことするし、で意見聞くだけなのでちゃんと載せますからね、その言ってることをそのまんま。だからそれすらしてないと。でうーん、あとね、で僕それだけでも不十分だと思うんですよ。これがまあ僕は部落探訪というものにねこう見せられている理由の一つもあるんですけども、いわゆるその普通の人の話を聞くということですね。北野さん言ってんだけど、うちは別に僕自分はねその解放同盟ばっかり養生してるわけじゃないと、人権連のねそういう講演会みたいなところにも行ってるとかね言うしね、まあ沖縄問題でもなんかなんだっけ、どっちかその沖縄の保守派なんかの集会何かにも出てたりしてたんですけども、まあ双方出るんだ、じゃあ実際双方のことを書かないと意味ないっていうのもあるし、あとですねこう左右のこう両極端のね意見を聞いたんだから自分は中立だっていうのはそれは違うと思うんですよ。物事はこう二元的なものなんで多方面にあるんですね。いろんな立場っていうのはいろんな立場があるわけですよ、多方面の。だから右のすごいエキセントリックな人の意見と左側のエキセントリックな意見を聞いたから、じゃあ真ん中だってことにならないです。それはもうエキセントリックな人とか政治活動家っていうそういうカテゴリーで取材したっていうだけに過ぎないんで。だからそのすごく穏健な意見を持ってる人とか、
あとそもそもそういうことにほとんど関心ないよっていうような人からも意見を聞かないと、本当にねニュートラルな考え方っていうのはわからないと思うんですね。あとね、僕あんましね在日問題ってね、まあドアばかりやってるからあんまり在日問題触れてこなかったんですけども、やっぱりねドア地区巡りしてるとやっぱ在日の話っていうのをちょくちょく聞くんですけど、まあここから先は雑談ですよ。よくドアで言うね就職差別とか結婚差別とかね、どう考えてもね在日の方がドアより激しいと思いますよ。やっぱしドアだから結婚したくないとかね、結婚や破棄するってやっぱそんなおかしいっていうふうに思う人がほとんどだと思うんですよ。でもね在日だとねやっぱそうじゃないっていうところがそのかなり露骨なところがあって、なんかその在日の場合はもう戸籍見たらさ、そんな一発で分かっちゃうわけでね、で帰化してないような人だったら今なんかまだね数名は在日特権だって言ってる人がいるけど、もう何年か前にね在日の特別永住者もう今の住民基本台帳に一本化されたんで今通名ってできないんですよね。だからその結婚したらもう婚姻届出すときにもう分かっちゃうわけですよね。この人在日だっていうのはもう帰化してなければもう分かりますよね、なおのこと。だけどでもなんで在日だとそういう就職差別とか結婚差別とかね今あんまし問題にならないのかなって不思議に思うんだけど、少なくともね結婚差別に対してはね僕ねお互い様だからじゃないかって思うんですよ。あまし問題にならないのは、相手在日だから婚約破棄したっていう話を僕は聞いたことあるんだけど、逆に在日の人と結婚しようとしたらなんか向こうの両親がね日本人と結婚するなってむっちゃくちゃ反対されたとかね、そういう話も一方で聞くんですよ。いやまあ差別っていうんじゃそのなんていうのかな、そこどっちかというと韓国の方がねあそこは儒教社会だし年功序列だとかね、どっちかその日本よりもなんかこう迷信深いようなところがあって、だから差別っていう問題になるとまあそのなんていうか在日というか、まあ、韓国というか朝鮮というかそっちの側もなんかあんまし、ね、日本人のことを言えたきりじゃないから、あんましその在日で結婚差別とかましドアほども問題にされないのかなというふうに僕は思ってるんですけども、あとね僕は身近にその鳥取なんてそんなね在日多くない、まあというか人自体少ないですからね鳥取は。そんな在日って言ってもねあんましね鳥取だとどっちかというと在日多いのは米子っていうイメージがあって、鳥取市っていうのはあんましね在日の方っていうのはねいないんでね、そもそも接点がないんでその在日に対してこうどうっていうイメージが持ちようがないんですよね。だってこう大都市部のね東京大阪名古屋京都とかでねそういう身近に朝鮮学校あったっていう人に話を言うとなんか口を揃えて言うのがですね、とにかく戦うんですねこの朝鮮学校と日本人っていうのは。なんかパッチリって映画ね僕も見たことあるんですけど、なんかまさにねリアルでそういう世界だったそうですね、ほんと何十年前は。だからその辺はねやっぱね近くにいる人じゃない、その身近にそういう朝鮮学校ある人じゃないとなかなかねその感覚ってわからないわけで、基本的にね、その在日と日本人は戦うものであってそれはお互い様だみたいなねそういう感覚はねどうもあるみたいでね。だからねまあ僕も完全に理解したわけじゃないけども、なんかそういうまあそういう世界もあるっていうことをわかんないとその在日の差別だとか在特会みたいなのはちょっと理解できないのかなというふうに思います。ということで本日の啓発動画でした。では皆さんありがとうございました。今引いてますちょっとこれはかかってるけど引いてるんだけども、ちょっとこれ無理に引っ張ると切れるからね慎重にやってます。
針切られた、針っていうか糸切られた。やっぱねこれ、あダメっすね。なんかかかった。暗くて見えないかもしれないけど、エイだな、これエイだ、エイ、エイがかかった。赤いが釣れたんですよね。つかこいつ尻尾に棘あるから、多分尻尾、尻尾まず切り落とさないといけないんですけど、竿が折れてしまった。これ尻尾切らないといけない。あと、うーん、赤いね、アンモニア臭くてうまくない。でもなんか現地でね、ちゃんと内臓を取ったら美味しいという話もあるんで、もうせっかく大きいのがかかったんでやってみます。とりあえず尻尾落としますわ。尻尾落とします。はあ、尻尾落とさないと危ないね。尻尾どっか落としたらいいんだろう。もうこっから、おお、あった。ああ尻尾を踏んで、よいしょっと、ごめんなさい、丈夫って、あ、切った、切った、はい、尻尾は、これは、立派な尻尾だね。これも海に投げて、海に魚の餌に、これ、ありゃ、うん。はい、こう、で、あとは、エイってどうやってさばく、あ、そうか、やっぱね、どっちっす、これ、これは、ね、針を飲み込んでるんです。よいしょっと、わーっと、よし、さすがおとなしくなった。とりあえず今脳天をナイフで突き刺したので、もうこれで成仏してくれると思います。あー血が出てる。はい、でこれからこれを内臓を取り出します。とりあえずね、今赤いの死後したんです。死後、死後っていうのは広島弁が有名なので、鳥取でも死後するって言いますよ。だけどね、これでかくてね、入らないクーラーに、どうしよう。やっぱクーラーボックス入らん。これもう雑だけど、もうこれからの高速で飛ばしてね、急いで帰ります。氷乗ってた状態で、もうそうするしかないですねこれは。ということで帰ります。